日本で研究関係に従事する方はおよそ110万人。この動画はそんな研究関係で働いている、もしくは働こうとしている方に向けて役に立つ情報をお届けします。今回は研究職の基本的な概要と就労先について分かりやすく解説していきます。まずは研究職とはどういった仕事なのか説明していきます。研究には大きく分けて基礎研究と応用研究、研究開発の3つがあります。基礎研究は主に大学や研究機関が行っており、応用研究や研究開発は民間企業が力を入れて行っている傾向が強いです。基礎研究は0から1を生み出す研究で、応用や用途を直接の目的とせず、仮説や理論を形成するためや観察できる現象などの新しい知識を得るために行われ、理論的または実験的な研究です。知的財産を蓄積し、応用研究の土台となる役割があります。応用研究は実用化の可能性を確かめる研究や、すでに実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する研究です。新しいサービスや製品を生み出し、問題を解決する役割があります。研究開発は基礎研究、応用研究から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程などを作り出したり、既存のものの改良を目的とする研究です。市場のニーズも考慮したり、すでに行われた研究の成果をもとにしてさらにより良くしようと行われる次の段階の研究です。ある病気になる仕組みを明らかにしたり、物質の構造を明らかにしたり、新元素の発見などが基礎研究。ある病気を治す薬を作ったり、基礎研究によって生み出された新たな物質を生かすための研究をするのが応用研究。それら2つの研究に付加価値をつけて改良するのが研究開発になります。求人情報などでよく見かける研究職は、研究補助者を含む広く研究活動に携わる仕事という意味で用いられていることが多いので、求人情報を見て応募する際にはこれらのことを理解しておきましょう。研究補助者とは研究者を補佐し、その指導に従って研究に従事する人のことで、例えば実験補助、研究データの解析、統計処理、文献調査、発表資料作成などの研究補助業務があります。研究の仕事に就く場合、大きく分けて3つの就職先があります。公的機関や非営利団体といった研究機関、大学、そして企業の研究部門です。研究機関や大学の場合、主に基礎研究を行っていますので、長い年月をかけてテーマに取り組むことが多いです。なかなか成果が見えにくいため、こういった機関で研究を続けるには、辛抱強さや力量が必要になります。また、実用化できるかどうかよりも、自分の知りたいという動機で研究がしやすい環境であると言えます。企業の場合、応用研究に力を入れる傾向が強く、市場のニーズや時代に合った製品やサービスを世に送り出すための研究が主力となります。商品化できない、利益につながらないと判断された研究は中止となるなど、実用性やコスト意識、スピードが求められます。それでも自分が携わったテーマが実際の製品となって世の中に出る機会があるので、研究成果を目に見える形で実感することができます。2021年3月31日現在、非営利団体公的機関の研究関係従業者数は74,800人、大学などの研究関係従業者数は412,800人、企業の研究関係従業者数は624,700人となっています。自分の取り組みたい研究に合わせて就職する場所を選択していきましょう。今回は研究職の基礎的な部分について紹介していきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。